今回は今やってきている地獄楽とモンストのコラボガチャ、このガチャについて引くべきかどうか、最終評価的な話を今回はやっていこうと思います。まあ、引くべきかどうか皆さんの参考になれば幸いですということで、よろしくお願いします。まあ、実際おのののキャラクターをいろんなところで使ってみたり、あとは SS の仕様も調べたりして分かったんで、そういうところも含めて今回いろいろお話しさせていただこうかなと思います。で、今回のこのガチャなんですけど、まあ、超獣限定のキャラクターも合わせて出てくるってことで、正直かなり旨味がでかい。ただ2週間後にはモンドリっていうモンストのオフラインイベント、かなり熱いガチャとか諸々が発表されるイベントなんで、そこに含めてオーブを控えておこうかなって考えてる人も結構いると思うんですよね。そこも含めてこのガチャを引くべきかどうかっていう話は先にやっておこうと思うんですけど、かなりそれ考えてもね、私引いていいんじゃねえのかなと思うわ。やっぱね、ただのコラボだったら、いやーちょっと考えるかなとも言ったんですけど、いやそれだけじゃなくて今回はね、やっぱ超獣限定も出てくる。まあ、本当にモンストの最先端の環境を走ってるガチャは何ですかって言われたら超獣激獣。本当に手っ取り早く強くなりたかったら超獣激獣引きゃいいんじゃねえって私思ってるから、それ含めるとね、やっぱコラボも出てくる、限定も出てくるっていう考えると、かなり引いていいガチャだなぁとは思うわ。モンドリ込み込みで考えてもやっぱ引いていいかなと思うね。だってコラボと限定何出てもいいって言うんだったら 7.6% の確率で当たりって言われてる、出てきたら嬉しいキャラが出てくるって考えるとやっぱでかいよなと思う。普通のコラボだったら3.6% になっちゃうんで、確率が。コラボガチャ何、コラボキャラ何出てくるかって考えたら、それの2倍の確率になってるっていうことを考えるとやっぱでかいよなってすげえ私思うわ。だからちょっと今回はコラボキャラだけじゃなくて、やっぱ今の超獣の限定キャラクターたちもちょっとね、いろいろ並べてみたんですけど、やっぱみんなやばいんですよね。まあ、ヤクモキリンチは言わずもがな、モンスト界の最先端走ってるぶっ壊れ。まあ、特にヤクモなんて3体4体でも持っておきたいマジのぶっ壊れキャラなんで、まあ、ヤクモ持ってるか持ってないのかみたいな、それぐらい分かれてる。で、ハレルヤに関しても今は微妙にんですけど、どうせあと数ヶ月したら重心化してモンストの先端の環境にはやってくるんで、これもやっぱり持っておきたい。で、ネオも言わずもがな未だに強い。で、カノンもダウト最適なんで、これ運枠として作れたらかなり強いんで、まあ、カノンも持っておきたい。で、アミダは明確な接待ないけど、持ってるポテンシャルは高いんで、やっぱ使えば強いし、あとは接待クエが一発なんかポンって出てきたら、一気に株は多分上がるんじゃないのかな。で、最近ね、めっちゃ評価上げてるのがアビスなんですよね。もともとクシャンティ適性しか持ってなかったけど、このキャラが最近ディクエクスの適性ももらって、あとはね、こっちのスピードアップの方も1体ぐらいだったら、深淵エクストラの不可思議に連れてっても、他のキャラがちゃんと強ければ、ちゃんとサポートしてくれて役に立つっていう動画もあったりしたんで、1体はね、やっぱアビスも活躍度でかいですね。持っておきたいかな。で、エリミネイターっていう超めんどくせえクエストで最適取ってるバサラもいたりする。あとはまあ、貴族生のクエストで最強キャラあんまり持ってないよっていう人は、パワーモードバサラも無理やり連れてったりとかも全然ありえるんじゃないのかな。昔の使い方みたいな感じでやってる人もいるでしょうね。で、アルスランも、プレデビオル運枠として使える超強いやつの、まあ、最適キャラプラス、天魔に登ろうと思ったら8の貫通枠で使えるし、あとは一応ね、攻撃型の方が今すごい地味なんですよね。なんていうか、一時期のアビスの砲撃型みたいな感じ。もしかしたら今後どっかで貴族生のクエストでギミック、最近トリプルアンチアビも求められてること多いから、そういうところで重力ワープダメよか、そこでなんか刺さって一発パーンって明確な接待もらって株を上げるかもしんない。で、アルセーヌは殴りや友情が強い。まあ、そんな感じで一覧でまとめてみたけど、やっぱみんな強いんですよね。だって各々のキャラクターなんかこれさ、コラボでこの性能ですって言われたら、やっぱ引いといた方がいいよっていう人結構いると思うんですよね。まあそれと今回ガビマルとかもろもろ含まれてるガチャっていうところで、まあ本当に引いていいんじゃないのかなとは思う。ただまあ先に言っておくと、今回は超獣が出てくるから結構引いたらいいよねっていう感じのことで話してるんで、もう超獣なんて昔から結構引いてるから出てきて嬉しいキャラなんてほぼほぼいませんみたいな。もうヤクモとかキリンジとかそういうキャラしか、いやー私超獣限定は用ないっすっていう人は、さすがにそこだと確率が低すぎるんで、で、コラボだけだとさすがにちょっと、モンドリの方に回してもいいんじゃないのかなっていう性能にはなってるかなって私は思ってるんで、そういう人は、
今回のガチャは、まあ、スルーか記念10連ぐらいしといて、抑えといてもいいんじゃないのかなとは思うね。まあ、そういうところで、いろいろ、まあ、その、長寿限定持ってるか持ってないかで、引くべきかどうかの境目になってくるんじゃないのかなとは私は思ってる。あとはね、この話を聞いて、ああ、それじゃあちょっと引こうかなって思った人も、一応ね、この動画見てすぐじゃなくて、6月29日の木曜日まではね、一応待ってから引くのが、もう賢いっすね。なんでかっていうと、7月前半のガチャイベントが今度のモンストニュースで発表される。まあ多分好調なんで、そんなに引くほどのガチャはさすがにやってこないとは思うけど、去年の好調を見ても、まあさすがに、引くべきじゃないなって思うんで、まあその辺一応どういうガチャがやってくるかっていうことだけは一応確認してみましょう。もしかしたら深淵適正やってくるかもしれないしね、工場で。それだったらもしかしたら引く人いるかもしれない。まあそこも含めてちゃんと確認してから引くようにはしておきましょうってことね。あとはさっきから私、モンドリのガチャがどうのこうの、そこに備えるかどうのこうのみたいなこと言ってるけど、いやまず、モンドリってなんだよっていう人もいると思うんですよね。一応これ軽く説明しておくと、モンストのオフラインイベントです。今年は7月の8日と9日、あとだいたい2週間後ぐらいにやってくるんですけど、ここでね、でかいガチャイベントが発表されるっていうのが毎年恒例なんですよね。具体的に何が控えてるかっていうと、確実に言えるのは、属性限定が誰か1体追加されるっていうのと、7月後半に発表されるコラボ。まあ、やってくるコラボの発表ね。去年はこれジョジョコラボだったんで、まあ、そんな引くべきものではなかったけど。いや、正直な話。ただまあ、ジョジョコラボのネームバリューはすごいんで、やっぱ今年も、性能移管はまあ、わかんないけど、やっぱ、名のあるコラボがやってくる可能性っていうのは、かなりでかいね。あと、属性限定については、まあ、正直なところ、そんな引くべきキャラがやってくるっていうのはあんまりないんで、ああ、属性限定がやってくるんだって思っておけばいいんじゃないのかなと思ってる。この二つは、確実にやってくるって言えるね。あと、今年来るかはわかんないけど、これがでかいのよ去年は、天下五剣が一気に5体重心化して、まあ、正直今振り返ってもマジでこのガチャは、いや、引いたら旨味でけえよなって思われるイベントだった。ただまあ、この5大丸々ガチャ系のイベントがもしかしたらやってくるかもしんない。ただ、一昨年は天使で、去年は、五剣だったんですけど、もう2つのそういう丸々シリーズ、5大丸々シリーズっていうのは消えちゃったんで、今年はね、これあるかわかんないね。まあ、もしかしたらモンソニ系のやつが一気に重心化と重心化回5体ぶっ込んで、5大モンソニガチャみたいなことやってくるかもしんないけど、まあ、それも結構わかんないんで、一応、この旨味のでかいガチャがもしかしたら来るかもしんないよっていうのは気にしといた方がいいんじゃないのかなと思ってる。この辺はもう本当に賭けになるね。これがないかもしんないからね。で、あと、もう一個ね、これ、そろそろ気にしておかなきゃいけないイベントが最後一個あるんですけど、超獣限定のリストラね。これね、そろそろ近いっす。なので、これね、本当にリストラされて直後に引く超獣限定が一番旨味ないんで。いや、ここもね、そろそろ近いよっていうのは気にしとかなきゃいけない。一応ね、歴代のリストラの時の体数調べてみたんですけど、11体か12体ぐらいが、だいたいね、目処になってる。なので、それ考えると、おそらく今年の9月ぐらいに、もう一回超獣限定は追加されるんですよね。この辺がリストラのタイミングになるか、もしかしたら来年の1月の新春まではリストラなくて、それを超えてからリストラされるかもしれない。なので、9月から1月の間の、まあ、2月ぐらいか来年の、ここのどっかに超獣のリストラはおそらくあります。そこも含めて、先にじゃあ超獣でいろいろ引きまくって旨味を減らしといた方がいいかなみたいなのは、あるかもしれない。まあ、新春で引くのがいっちゃいいんすけど、長寿引くのって。ただまあ、そこでリストラされてたらもったいないんで、そこはね、皆さんの一応こういう情報がありますっていうのを私伝えたんで、まあ、本当にいつリストラされるのか運営さんしかわかんないから、そこはちょっと賭けになっちゃうけど、今引くか、未来で備えるか、この辺は気にしといた方がいいんじゃないのかなとは思っておきます。そんなわけでガチャを引く前に、こういうものが色々ありますよっていう、まあ、注意喚起みたいなことはやってたんですけど、こっからは、ちゃんとコラボの話ね。まず、当たりキャラ的な話なんですけど、やっぱ今回はね、色々使ってみたけど、やっぱね、ガビマルが一番強いわ。性能の強さとか、まあ、現環境の使いどころとか考えても、やっぱりガビマルが一番いいかなって思うね。その次に、やっぱアンフェアで使えたりとか、あとはね、ダメオ転送壁の光属性でなんか知らないけど伏線張ってるアザ長兵衛が、
やっぱ可能性を秘めてるかなと思う。逆にサギリは、まあ、貴族生じゃないか、水のクエストは大体難しいの今はもう出てきてるんで、しばらくの間は、大きな接待はないのかなと思うんで、今回は、まあ、その当たり順番的な感じの話はこんな感じにやらせていただきました。一応たまにツイッターのリプで、なんか誰引けばいいですか？キュピン出たんですけど、みたいなこと聞かれたら、コラボだったら私ガビマルを結構してるね。まあ実際使ってみて強いしね、この人。まあ、あと原則率感はクソ楽しいんで、まあそういうところも含めて、まあ今回の当たりキャラはガビマルっていう感じかな。あとはね、コメントで、この作品は、続編ができるから第2弾あるかもしんないって言われてたりもするんですけど、いや、超低いね。いや、私も原作知ってるから、第2弾やろうと思ったらできるっていうのは分かってるんですけど、いや、まずね、もう今これで、一期、アニメ、今やってるアニメの範囲のやってることは全部突っ込んじゃってるんで、まず、アニメ2期をやらないことには始まらないんですよね、コラボの可能性っていうのが。なので、まあ、実際今1期で終わっちゃうんで、そういうことも考えると、アニメ2期なんでどうせ1年後とか2年後とかにやってくる。で、それが放送終わって、やっとコラボのスタートラインに立てるんで、コラボできるかどうかの。まあ、本当に、やってきたとしても、最短で1年半とか2年後になっちゃう。本当にもう地獄楽コラボが好きっていう人は、今引いとかないと、ぶっちゃけその前にモンストに飽きてる可能性がめちゃめちゃ高いんで、まあ今引かないと、もう入手は不可能だと思っといた方がいいね。本当にモンストはなんか、性能同じで復刻するっていうことはまずやってくれない、ケチケチ、ケチケチ運営じゃないな。まあそういうところなんで、まあその逃したコラボは復刻、基本復刻しないよっていうのは覚えといてください。あとはね、各々のキャラについても、軽く性能に関しては触れておこうと思うんですけど、まずガビマル。まあ、このキャラがね、まあ、さっき一番当たりって言ったんですけど、まあ、近畿28、結構ね、ここ難しくて、まだ勝ててませんっていう人も多いから、ここの適性としてかなり使えてる。あとは、反射枠っていうのもでかいね。このクエストの反射枠は、なんか限定とかそんなやつばっかなんで、強いやつって。そういうところでガビマル入手できたらかなり活躍してくれると思う。あとは、私ちょっと動画で出したんですけど、深淵、近畿深淵の木の妥協枠として使える。あ、ちなみにこれちょっと訂正しておこうと思うんですけど、これね、なんか謎現象でバフもらえてるって言って、なんかちょっと皆さん勘違いさせちゃって申し訳ないんですけど、バフね、ちゃんと無敵化機能してて、もらえてませんでした。謎の攻撃アップしてるのは、このキャラの、こういうアップの友情のマークだったんで、クエストのバフはもらえてないですね。一応、動画自体でも訂正の、なんかそのコメント固定だったりとか概要欄には書いておいたんですけど、ここでも一応言っておこうと思います。なので、まあ、適正キャラ持ってたら使わないんですけど、あそこのクエストはめちゃめちゃ適正狭いんで、ガビマル入手しておくと、一応、頑張ったら勝てるよ、勝てるキャラにはなってるかなとは思うね。で、普段使いに関しては、まあ、やっぱり、そんなめちゃめちゃ友情強いわけじゃないんで、そこまで使わないかなとは、普通にヤクモとか友情強いキャラ使った方がいいかな。で、今後に関してはね、このキャラ、重力ダメを原則壁魔法陣って結構ね、持ってるアビリティ多いんで、そこも含めて、あとはまあ多属性とかでも、そのコラボ超究極とかでギミック噛み合ってたら全然連れてっても強い性能なんで、使うことは結構ありそう。ただまあミカエルとかがライバルなんで、ミカエル持ってたら、ガビマルなくても全然なんとかなる場面は多いかもしんない。持ってなかったらミカエル。結構ガビマル出番あるかもしんないわ。性能に関してもね、やっぱ、減速率感はね、思ったよりもやっぱすごかったね。コナン君ぐらいなのかな？でもなんかホームズの SS なんか使ってんじゃねえのかっていうぐらい、すっげえ殴れるのと、まあ、その減速率緩和が継続してるんで、まあ、皆さんフレンドとかでも使ってみてほしいんですけど、いや、これね、強い弱いの前に、やっぱ使ってて楽しいんですよね。いや、まずもう、使ってて楽しいが正義だから、ゲームって。いや、そういうところで、いや、やっぱ、ガビマルは私かなりの好きなキャラになってるね。私、減速率緩和の仕様を持ってるキャラ、マジで好きなんで。まあ、そういうところで、かなりガビマル、いいキャラになってんじゃねえのかなとは思ってる。で、次は、山田浅右衛門さぎり。このキャラに関しては、貴族性で転送壁持ってるんで、天魔7っていう高難易度で使えますよ。それ以外のとこだったら、まあ、いくつかはあるけど、そこまで明確になんかめっちゃ使うっていうとこはそんなに多くないかな。普段使いも、ちょっと癖が強いんで、やっぱモンストオリキャラの強いキャラを基本的には優先することになっちゃう。で、今後に関してはね、転送壁を持ってるっていうのが、このキャラの強みなんですけど、いやー、ヤクモとほぼほぼ丸かぶりなんですよね。地雷ブロックだったら武装ヤクモ。で、ブロックと転送壁だったら、貫通の方のヤクモがいるんで、結
構役も持ってたら使わないっていう場面でかいんじゃないのかな。かなりの役も潰しクエオがやってこないと、なかなか詐欺人の出番がね、ちょっと多くなさそうで、結構怖いんですよね。いや、もうこれコメントでよくある。いや、詐欺人使うんだったら、役もでよくない。まあ、詐欺人はそこまでめっちゃ優先して引くほどではないんじゃないのかなとは、私、思ってるかな。一応割合とかね、そういうところ持ってるんで、削るのがめんどくさい系のクエストだったら、このキャラ、まあ、もしかしたらヤクモより使える可能性っていうのあるんですけど、まあ、結局は未来の話なんで、未来なんてある程度語ってもしょうがないんで。そんなもん気にしても私たちわかんねえから。なので、引けたらラッキーくらいで思っておけばいいんじゃないのかな。基本的に無課金、美課金とかの人は、やっぱり今使えるキャラがかなり重要なんで、そういうところで考えると、ガビマルとかの方がもっと来たいなって思うね。そして最後、アザチョーベイね。このキャラはね、今の環境で考えても、まあそのソロモンとかでぶっ壊してるけど、今そういう適正キャラの入手機会マジでアンフェア適正ないで、アンフェアの運極ができたらもう、あなたモンストの、もう運枠トップに立ちましたねっていうくらいめっちゃ強いキャラなんで、まあかなりね、もう周回のいいキャラをあなたゲットできましたみたいな。で、そういうところで使えるチョーベイは、そういうところも含めてかなり当たり度でかいんじゃねえのかなとは思ってるね。で、普段使いはやっぱり癖強いんで、他の友情コンボ強いキャラ優先するかな。あと今後に関してはね、光属性のダメオ転送壁は、ちょこちょこ伏線張ってきたりするんで、そろそろ回収される可能性はあったりする？一応直近だと、超究極風の闇属性がまだ残ってたはずで、あとは、深淵の闇ね。これからやってくるときにもしかしたらこれが刺さるかもしんないし、まあ、深淵のあの適性の狭さ考えると、ぶっちゃけダメオ適性、ダメオ転送壁か。めっちゃ多いんで、もしかしたら深淵闇じゃなくて、超究極とかで回収してくる可能性も、あったりするかなと思う。やっぱ図鑑見てるとね、深淵闇は、他の属性も本当に3対4体しか適正いないんで、まあ私の予想ではなんか深淵闇は、さすがに適正広すぎるからないかなとも思ってる。さらにそこに反射とかで絞ってくる可能性はあるかもしれないけど。で、SS に関しては、このキャラね、隠し要素とかも色々判明されたりして、使ってみた時よりも結構評価上がったね。このキャラね、闇属性相手にだけ 1.5 倍火力が上乗せされるっていう仕様があるんですよ。なんで、書いてある表記よりも 1.5 倍強いんですよね。あとは弱点露出とかもあったりして早く SS 打てたり、後続にもこの弱点露出って回せたりするんで、そういうところで意外とワンパンもできるけど、どっちかっていうとサポート力も強いのかなみたいな。あとは SS の硬直も入れて、なんかワンパンで使える可能性も、あ、友情ワンパンとかで狙える可能性もあったりするかもしんないんで、まあ、長兵衛はちょっと気にしておいた方がいいかな。まあ、狙いに行くかどうかって言われたら、やっぱ未来の話なんで、そんなにおすすめはしないけど、引けたら、輝く可能性は結構秘めてんじゃないのかな、と、私は思ってますね。まあ、そういうところで、当たりキャラは、ガビマル、長兵衛、サギリっていう、私の感覚ね。人によってはこれもしかしたら変わるかもしれないけど、私の意見としては、こんな感じになっております。まあ、そんな感じで、モンドリがいろいろこれぐらいやばいよっていうところも伝えて、引くべきかどうか、いろいろ判断基準とかも今回は伝えられたんで、そこ参考にして、まあ、引くべきかどうか、判断していただければと思います。あと、今回ね、オーブ全部使い切っても、結局、覇者の塔とか、いろいろ入手機会はあったりするんで、ちゃんと真面目にモンストやってたら、まあ最低でも150個ぐらいのオーブは稼げるし、いろいろ近畿とか頑張れる人だったら、多分250個前後とかぐらいはオーブまた今すっからかんにしても稼げると思うんで、まあそこも含めて、今結構使っちゃってもある程度モンドリで多少なりともまた引けるオーブは稼げるんで、そこもね、含めていろいろ判断して引いていただければと思います。そんな感じで参考になったら幸いです。ということで、ごきげんよう。